ます。まずニュース。はい。もうリリース等でしてる方多いと思うんですけど、この度ユースの選手を5人自主登録しました。でここにいる4人とあとこの前来たゴールキーパーの佐藤陸人になります。一人ずつ自己紹介。ユースから来ました永井英二です。よろしくお願いします。ユースから来ました井上裕太です。よろしくお願いします。から来ました半沢光です。よろしくお願いします。ユースから来ました菅原大輝です。まあ、5連戦の2試合目になるけれども、昨日、まあ、残念ながら、悔しい負けを喫してしまったんだけれども、まずチームとしてはその悔しいっていう思いをね、次のゲームに向けてのエネルギーに変えていけるように、まあ、まず今日から、しっかりとトレーニングをやっていけるようにしましょう。でプラスまあ、今日トレーニングするグループはここまでなかなかこう出番がなくてね、悶々としている、まあ、それこそ悔しい思いをしている、ね、グループだと思います。その悔しいエネルギー思いを、ポジティブな健全なエネルギーに変えてください。負けをすかさず、ね、払拭できるようにしていきましょう。巷ではね、去年と同じ構図じゃねえかなんて言ってる人いるんだけども、本当にここから変われるかが我々が試されている。でそういうチャンスが我々にはまた巡ってきたというところね、それを乗り越えてこそ、まあ、本当のチームの強いチームだと思いますので、今年違うぞという姿をね、すかさず富山戦から見せられる、まあ、まずはそのための練習をしていきましょう。長く喋ったので自分が行かせていただきます。よし張り切っていきましょう。絶対に勝てるようにやっていきましょう。よし、よし、お任せしょ。